アメリカメディアはアメリカ空軍第29ドローン攻撃中隊の海戦訓練を報道したときに、同中隊が9月の軍事演習で着用した新しい軍服のバッジに言及した。バッジの本体は中国の地図を覆う MQ-9 ドローンだ。図案の下部にある4発の緑色のミサイルの弾頭も赤い中国の方向を向いている。 今年初め MQ-9 無人機は弾頭作戦を追行し、自国化ミサイルを発射、イランテロ軍の当主であるソレイマーニンを一撃で殺害した。その正確な打撃力は外部を驚かせた。近年アメリカ軍は世界各地の多数の軍隊をアジア太平洋地域に移動させ、中共に対応し、第29攻撃中隊も中東から太平洋に移動した。 このバッジは空軍が今回の訓練のためにデザインしたパイロットの制服についている。ある歌人のネットユーザーはバッジをソーシャルメディアに発表し、急速に関心と議論を引き起こした。ネットユーザーらは狙っているのは中共だと主張している。こちらは悪魔が多い、早く捕まえろ。中米合作映画、死神が来た。交流を了事する。ああ、待ちきれない。ついに真実になる。